今日はですね、ヘジさんが来るということですね。何？生命判断？生命判断をね、送ってくれた占い師さん。生年月日のね、生年月日によるそのヒデさんの性格とか、うん、なんかそういうのをね、占ってくれた人がいるんでですね、ちょっとすごい読んでみて、はい、まずよしき、生年月日が X, の X なので占うことができません。これも占い師泣かせですね。よしき、占い師に見てもらってよしきどうすんのかな。生年月日やってもらったら、いや、X や。血液型は X なんだよね、やっぱりね。ヒデさん、長所、包容力がある、ロマンチスト、正義感が強く、自分を犠牲にしてでも他人に尽くせる。当たってますね。そうかな、ロマンチストじゃないですか。そうでもないですね。正義感が強い割にはちょっと人をぶっ壊したりしますけどね。短所、強情、情緒不安定、物事にこだわりやすい。こだわ、別にこだわるのは短所じゃないですけどね、情緒不安定っていうのはあるかもしれませんね。情緒不安定はものすごくものすごいよね、自分でも分かんないような状況。そう、相打ちなんですか、ヒデさん。そういうこと言うと大変だよ、またハガキがいっぱい来ちゃって。ヒデさん、相打ちなんですか。だってそうじゃん。だってそうじゃん、認めた。まあ確かにそう、これね、ヒデさんとね、同じなんです。なんで？答えが。なんでなんで？なんかその占い方法によると、生年月日の数字を足して占、足すんだって、なんかいろいろ数で占うと、ヒデさんとパタさんは全く同じな性格なの。性格だそうです。当てになんねえな、これ。当てになんねえな、これな。もうその時点で全然ダメ。だって、ヒデパタの長所、包容力がある。笑ってパタの長所、ロマンチスト。パタ聞いてんでしょ。パタ大丈夫か。パタ、自分を犠牲にしてでも他人に尽くせる。嘘ですね。人が払えてても自分は酒飲んでるタイプだ。本当だよ。じゃあトシ君ですね。長所、器用、好奇心が旺盛、話題が豊富、臨機応変。劣ってんじゃん。ね。短所、神経質、取り越し苦労、八方美人。当たってますね。当たってんじゃんか。まあそれだけのことですけどね。マリナさん、なんかこういう占いとかなんか信じる？俺あんまり信じない。信じない？あ、本当？そうなの。お化けも信じないし、占いも信じないし、UFO も信じないし。そうなの？その周りにはだって UFO のあの本とかやたら来るじゃん。そうそうそう。お化けの。来るんだけど、基本的には信じてね。基本的には何も信じてない。そういう精神ね、必要だ。